インディアン移住のルートインディアン移住とは、ミシシッピ川の東に住んでいたインディアン部族を、ミシシッピ川異性の土地に強制的に移住させた、19世紀のアメリカ合衆国政府の政策である。数万人に及ぶ土上死を生んだこの時の徒歩皇帝は、土上の土地の入植白人もインディアンも涙を流さざるを得ない悲惨さゆえに、涙の旅路と呼ばれた。アメリカ独立後の数十年で、 アメリカ合衆国の急速な人口増加により、アメリカ人は本来インディアンの領土であった土地にも流れ込んだ。インディアンと白人との土地の協定は、土地の購入をはじめとする多数の連邦条約によって成立していった。インディアンには土地を売るという文化はなく、このことは、後々までインディアンと白人の間の争いの火種となった。最終的に合衆国連邦政府は、 インディアン部族に対して徹底排除の方針を取り、部族のために取っておいた土地として、当時の合衆国衆の勢力範囲外であった西部の土地を提示することで、彼らの土地を需要に強制し始めた。この政策は1830年のアンドリュー・ジャクソン大統領によるインディアン移住法の可決で加速し、インディアン巡守が1830年代に、 北部から南部にかけてのインディアン部族のほぼ全てを強制収容させるための土地として用意された。こうして、およそ10万人のアメリカインディアンが、この政策の結果として、最終的に西部に強制的に移住させられていった。表向きは移住法それ自体は、インディアンの移住を強制しておらず、理論上、移住は自発的にされればよいとされていた。しかし、もし彼らが移住を拒み、 止まることを決めたら、連邦条約を破棄したものとみなされ、条約の規定上のアメリカ側の責務である保護や、年金を受けられず、白人への同化を受け入れざるを得なくなる。彼らは、部族ではなく、個人単位の扱いとなり、白人入植者に取り囲まれて生活する形になるのである。このように実際には、ジャクソン政権は、部族の指導者たちに、移住条約にサインさせるために、 陸軍の武力を背景に、部族の存亡に関わるだけの圧力を与えていた。どの部族でも指導者たちが、移住に関して対立し、この強制移住の圧力は、部族の苦い分裂を生んだ。ある時には、合衆国政府当局は、移住条約への合意に抵抗した部族の指導者たちを、無視して、移住を支持した部族の指導者たちと取引した。例えばニューエコタ条約は、 主要なチェロキーの指導者たちの派閥によって合意されたが、しかし彼らは選ばれた部族の指導者ではなかった。この条約の条項は、マーティン・バン・ビューレン大統領によって励行され、涙の道でのおよそ4000人のチェロキーの死をもたらした。同様に、直騰族も強制移住の途上で、過労と病駅で甚大な死者を生んだ。インディアンの強制移住は、アメリカ陸軍が牙で護送したが、 インディアンたちは徒歩だった。チェロギーの涙の旅路での当時の記録には、墓に入るかと思えるような老婆が、重い荷物を単価されて歩かされていたとある。強制移動の管理代理人は、しばしば最低価格での民間人入札者が当たった、ため、管理不意気届き、護送における不十分な対策、移住の前後のインディアンの法的権利の保護の失敗を伴い、この民族移住はインディアンに、 多大な苦しみと死を背負わせるものとなった。ほとんどのインディアンはややながらも平和的に移住条約に従ったが、一部の部族集団は移住条約の実現に抵抗するために戦った。南東部においては、二つの短期戦と泥沼化した衝土作戦による戦争をもたらした。セミノール戦争はゲディラ戦となり、現在ではインディアンのベトナム戦争と呼ばれている。 ありがとうございます。